サッカー日本代表の槙野智章です。今回の地震について僕はドイツで試合前に聞きました。遠くドイツでプレーする僕はサッカーを通して皆さんに元気や勇気を与えることしかできませんが、同じ日本人としてすごく悲しい思いをしています。少しでも僕のプレーで皆さんに勇気や元気を与えることができるように僕も一生懸命プレーしますので、今こそ日本がみんなが協力し合って、声を出し気持ちを一つにすれば必ず乗り越えられることだと思うので、僕も先頭に立ち自分のできることを最大限に、日本のためにやっていきたいなと思ってます。